釣り具真実代表ヒーロー黒木です。今日はですね10月の、8日、現在9時30分ですね、西東京市の、法屋第二小学校に来ております。前をこう囲んでもらって一緒に声出してもらいたい。はい、間もなく始まります。子どもたちももうすでに集合しております。頑張ります。はい、法屋第二小学校の皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、護身術を指導してきました。Boom!
速くなります。非常に速く迷わず逃げるってことが大事ですね。はい、かわすときのコツがあります。みんなは大人に比べて手が低いので小さいです。はい、この小ささをむしろ強みに変えます。これを利用します。相手は大きい、自分は小さい、この小ささを利用します。でどうするかというと、通常はね、つかみかかってくるときに逃げようとしても捕まりますね。でこのときに忍者走りで、ね、こうきたときにパッと頭を掲げるだけで実は捕まらなくなります。たったこれだけなのに、今回の動画気に入っていただけましたら高評価ボタン押してください。またこれからですね、役立つ動画をどんどん配信してまいりますので、チャンネル登録していただけますととても嬉しいです。それとリクエストをどんどんお答えしていきたいと思いますので、コメントに入れていただきたいと思います。以上です。男気マックス。